ご主人様。どうされました？え。プレゼントですか？え、えこんなに可愛らしい服もらってもいいのですか？ プレゼントプレゼント嬉しいですけれど私なんかに似合うでしょうか明るい色の服今まで着たことがなかったので不安です あの…着てみてもいいですかわわかりましたそれでは着替えてきますす少しお待ちくださいませご ご主人様、どどうでしょうかあんまり似合っていないと思いますええかわいいですかああありがとうございますかわいい。 かわいいそんなこと言われたの初めてです私は奴隷として生きていました人間と見られず道具として使われる日々を送っていた私でも 変われるでしょうか物のように扱われるただの奴隷から普通の女の子に普通の女の子に。

<laughs> そう言ってもらえて <laughs> 嬉しいです嬉しいな嬉しいな昔のことを忘れることはできないと思います 定期的にこの前のようにパニックを起こしてしまうと思います私の心に刻まれているのですけれどきっとご主人様と一緒なら嫌な思い出をいい思い出で。 塗りつぶせる気がするのです明るい未来を歩めるように思えてくるのですご主人様これからもよろしくお願いします価値なんてないと思っていた 一度は捨てたこの命ご主人様のために使います」「生きている限りご主人様に尽くしたいのです」「私は嬉しいとか楽しいとか」 そういう感情が、欠落していました感情なんて、持たない方が、楽だったのでけれど、最近は、嬉しいですし、楽しいです <laughs> こうして笑顔を見せることもできるようになりましたご主人様一緒にお出かけしませんかこの服を着てご主人様とお散歩したいですダメ。 でしょうかわかりましたそれでは準備いたします。